大河内雅都市12月6日から1952年8月29日は日本の物理学者、実業家、東京府出身、死者理科学研究所の三代目所長、貴族院議員。身長は180センチメートルと長身だった。妻は大河内新井西への娘で、婿養子となった。息子は大河内信貞、大河内信行。 孫の一人に女優の川内桃子がいる。無名時代の田中角栄を引き立てたことでも知られる。旧和佐大滝藩主で四尺大河内聖室の長男として東京浜松町に生まれた。後旧三河吉田藩の四尺大河内家の養子となり、最後の藩主、大河内新入氏市への娘を妻に迎える。学習院初等科時代は大正天皇の語学友であった。 慶応義塾幼稚者、学習院初等科、同中等科、第一高等中学校を経て、東京帝国大学工学部造兵学科に入学。1903年、東京帝大を主席卒業、講師となる。その後、私費でヨーロッパに留学し、1911年の帰国後は、東京帝大教授に就任する。この頃、寺田寅彦と共同で、 飛行弾丸の流体的な実験を行う。1914年、工学博士となる。翌年、貴族院死者議員法決選挙で初当選。1918年元内閣の海軍省政務次官を務める。1921年9月30日、山川健次郎の推薦により、理科学研究所の所長に登用される。理研に、主任研究員に自由を持たせる。 研究室制度を導入するとともに、研究成果の事業化を進め、理研を国際的な研究機関にまで育て上げた。1925年、東大教授の職を辞して、理研の所長職に専任する。1925年6月15日、肖像くらいとなる。1927年、ピストンリングに関する研究成果の事業化を目的に、理科学工業株式会社を設立。 同社は日本で初めて実用ピストンリングの製造を開始。その後も76に及ぶ立憲グループの会社を起こし、立憲作業団を新興財閥の一角を占めるまでに成長させる。1930年、君4党に除され、追放賞を授けられる。同年、貴族院議員を辞職。1934年、東京物理学校第4代校長となり、 1936年には東京物理学校理事長を兼務するが、1937年東京物理学校理事長を辞する。1938年2月10日、貴族院試着補欠議員選挙で当選。1943年、内閣顧問に就任する。1945年12月6日、軍事産業、内閣顧問、原爆製造計画の責任により、 戦争犯罪人として永久戦犯に指名され、菅も高地署に収監される。収監に伴って東京物理学校校長を辞する。1946年4月に釈放されるが、貴族院議員を辞職し、理科学研究所所長も辞任する。所長辞任後に公職追放となる。1951年8月6日、公職追放を解かれる。 1952年8月29日の高速で死去、去年73、君に党に乗され、朝日、重光明を追贈される。墓所は埼玉県新座市の平林寺にある。博士論文書誌データベースに次の論文がある。ありがとうございます。